名古屋大学の最先端研究を紹介する明大研究フロントライン。今回は特発性拡張型心筋症の治療に新たな道を開く心臓外科医の挑戦をご紹介します。社会の高齢化に伴って患者数が急増している心不全、入院の長期化や再発が多く、医療保険制度や医療現場を逼迫させています。こうした状況を心不全パンデミックと呼ぶ人もいます。名古屋大学附属病院の秋田俊明特任教授は、特発性拡張型心筋症をターゲットに、投薬でもなく心臓移植でもない新たな治療方法を開発しました。特発性拡張型心筋症とは、収縮力が低下した心臓が血液を送り出す量を補うために徐々に大きくなる病気です。これはですね、進行性に心臓の筋肉の収縮する力が低下し、左室がどんどん大きくなって拡張していく難病です。心臓が拡張すると、まるで大きくなりすぎた風船のように心臓に負担がかかり、さらに収縮力が低下するという悪循環に陥ります。まず基本的には薬物治療が最初に開始されます。約 75% くらいの患者さんはこう薬物治療が奏功すると。しかし残り 25% ぐらいの患者さんは、適切な薬物治療を行いながらもですね、心不全が進行し心臓が拡大していると。でこの病気が進んでいくとですね、根本的には心臓移植が唯一の治療法になります。そういう移植が必要な患者さんに対して、ドナーの数が圧倒的に足りない。で私たちのこの、心臓ネットというのはですね、移植になるほど悪くなる前の段階で、適応して、病気の進行を遅らせるというのを目的に開発を進められたものです。秋田先生はこのサポートネットの開発のため、2016年にベンチャー企業を起業し研究開発を進めています。はい、これは2つ特徴があります。でまず一つはですね、患者さんごとに設計製造すると。でこの図にあるようにですね、患者さんの心臓画像から患者さんの3次元モデルを作るんですね。心臓の表面、それから左心室右心室の3次元モデルです。でもう一つは患者さんの左心室の圧も考慮すると。でその2つを組み合わせながら、最適な心臓の表面に、着圧をかけると。でその、設計をもとにコンピューター幹で、ネットを作ります。これがまず一つの特徴です。でもう一つはこの右心室にあたる部分ですね、こちらが、このネットが穴あき構造になっていると。でこのネットは右室の部分を穴あき構造にすることによって、左室には必要な着圧をかけることができ、右室の方は、着圧をかけない、これが大きな特徴になります。拡張の心筋症っていうのは壁が薄くなって中の心筋の細胞の数も減ってくる病気なので、重いものを持った時に手を伸ばして重いものを持ち上げるとなかなか難しいですよね。そういう状態になっちゃうんですね。でこの心臓ネットの場合には、その心臓の表面に着圧がかけることによってですね、ある意味ちょっとこう下からも手伝ってあげるというふうな効果を目指しています。これはですね、装着ツールっていうものを使うんですけども、これはちょうど網のような構造をしているんですけども、右と左が別々に分離されるものなんですね。ですのでこう心臓をすくってきて、でこの装着ツールを引き抜くだけというものになります。でこのネットの場合には、患者さんごとにこう設計製造されているので、基本的にはめるだけ、1分少々で終わっています。特定臨床研究ではどのような結果が得られましたか？3例の患者さんに行いました。皆さん、65歳以上の患者さんで、心臓移植の適用から外れた患者さんたち で半年後のデータなんですけども、手術前から比べると、劇的にですね、肺の鬱血が取れているということになります。また心臓の収縮能力、最大酸素摂取量、6分間歩行距離の測定において症状の悪化が抑えられ、中には症状が劇的に改善したデータも得られました。現在5例、全国5大学、名古屋大学、
が研究拠点となり探索的治験を行っています。実際に患者さんに使っていただけるのは令和9年度内を目標にしているということになります。一日も早く承認を目指したいというところが私たちの思いです。拡張型心筋症の新たな治療法が普及することで患者さんの QOL が高まり健康寿命を伸ばすことができますね。実はサポートネットの技術は自主的不整脈の治療にも生かされる可能性があるそうです。それについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。秋田先生の今後の研究に期待しています。